今回はですね、4月になっていよいよね、春本番になってきまして、我が家のね、水生植物もだんだんね、成長してきましたので、そちらのね、水生植物の成長の様子、またですね、まあこんな感じで、ちょっと青緑まみれになってしまった水生植物ですね、こちらのですね、青緑の完璧な除去方法、対処方法、水草をね、きれいにする方法をですね、紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひ動画最後までご視聴ください。よくね、視聴者の皆さんから、このね、水草に絡まっちゃった青緑どうすればいいのとかね、もうこれ水草捨てなきゃいけないのみたいなね、ご質問よくいただきますので、今回はですね、その青緑まみれになってしまった水生植物の、ね、対処方法を紹介したいと思います。まあ、この方法を使えばですね、もう一発で青緑きれいに取れますし、誰でもできるね、めちゃめちゃ簡単なやり方ですので、今回はですね、そのやり方を紹介していきたいと思います。もうこの今見てわかると思いますけど、こんな感じになってる水草、皆さんとかもあるんじゃないですか。ありますよね。冬の間ですね、やっぱね、水草が元気なくなっちゃってですね、でも青緑の勢力は衰えずですね、こんな感じで青緑に侵食されてる水草とか皆さんもあると思います。まあ我が家もね、こんな感じであります。これがね、ラージパールグラスとか、よくあるのがラージパールグラスとかビロモスとかですかね、その辺がね、結構多いと思います。まあそういった場合はですね、まあ薬を使うとか、まあ、手で取るとかにもね、限界があると思います。手で取るとかね、マジ無理なんで、もう絡みついちゃってるので、薬を使うっていうのも、青緑に効く薬っていうのはちょっと、ね、あんまないかもしれないですが、まあメダカとかエビとか、まあメダカは大丈夫だと思うんですけど、エビとかに害があるかもしれないですし、このビオトープにですね、相当大量に入れるのは難しいんですよね。なんでそういった時に、簡単な対処方法で青緑を除去できます。やり方としてはこれです。はい、終わりです。楽ですよね。楽です。これだけでいいです。今やることとしてはこんな感じで、水上に出してあげる、これだけで大丈夫です。なんで大丈夫かっていうとですね、まあ、水草はですね、こう対応してくるんですよね。ある程度こう湿ってればですね、大丈夫なんですよ。まあ前の動画でもね、紹介しましたが、こちらですね、3月25の青緑まみれのね、ビオトープの様子なんですけどね、水蓮農園の。こんな感じで左の隅っこにですね、青緑が絡みついた、これラージパールグラスですね。取り出してみると、こんな感じです。もう青緑が大量にくっついちゃってます。これをですね、ポリポットにですね、植え付けました。まあ、植え付けるとね、こんな感じで青緑がもう絡みついちゃって、もう水草も元気なくて、ほぼね、死んでるような状態ですよね。で、これをですね、この3月25日に、この沈めるのではなくて、こんな感じで、ひたひた状態ですね、株元が水に浸かるぐらいで、管理しときました。3月25日にここからスタートして、なんとですね、4月13日はもうこんな感じになるんですよ。これすごくないですか。これ水上に出して、まあ、株元が最初は、ひたひたに、使ってるだけで、それをですね、まあ、株元ひたひたを1週間ぐらい続けてですね、そこからあと水がどんどん蒸発してきますので、だんだんですね、自然に水位が下がってきます。まあ、雨とかで下がんない場合は、まあ、強制的に下げてあげればいいんですけど、ちょっとずつちょっとずつ水位を下げてってですね、ひたひたから、だんだん、なんて言いますかね、上の中心部分はもう水がない、土がね、常に湿ってるぐらいの状況で管理してあげてもね、水草意外と水上葉を展開してきてですね、枯れませんので、土がね、湿ってれば大丈夫なぐらいまで全然大丈夫ですので、どんどんね、水深を落としてってあげて、まあ、このぐらいのね、水深にしてあげると、もう完全にね、水上葉を展開してってくれます。なので、もう青緑がひどい場合はあんな感じでですね、水面に上げちゃいます。まあ、最初のうちはね、枯れちゃう場合もあるんですけど、だんだんね、水上葉に適応してきますので、一気に減らしちゃダメですよ。最初はひたひたから、徐々に減らしていくイメージですね、水を。で、なんて言いますかね、どんどんね、水上に葉っぱを出していってあげると、自然にね、水上葉を展開していきますので、多少のね、枯れはしょうがなくて、慣れてくるとですね、自分で水上葉を展開していきますので、完全には枯れないです。ちょっとね、枯れがひどくなってきたなと思ったら、水をちょっと増やしてあげたりっていうね、微調整をしてあげれば、どんどんね、水上に適応してきます。で、あとは水位をどんどん落としていって、今ぐらいにポットの半分ぐらい、水に浸かって、常に土が湿ってる状態まで持っていけば、ほぼね、青緑は枯れて、あんな感じで水草だけ生き残るので、まあ、そんな感じで対応してあげれば、ほぼほぼ 100% 青緑は、除去できます。ほんとね、手間もね、お金もかかんないね、楽な方法です。ウィロモスとかは流木とかに乗っけて、同じようにやってやれば、水上溶化してあげれば、全然問題なく、同じように、できますね。で、それで青緑が完全になくなったらですね、また完全に水中に戻してあげれば、水中葉をね、今度展開してきますので、青緑がない状態でまたね、水中葉の水草としても楽しめますし、まあ、そのままね、水中葉で育ててもいいですし、まあ、お好きな方でね、育てられますので、あんな感じで青緑の除去方法は簡単です。
あんな感じでシンプルにできますので、ぜひぜひ皆さんもね、青緑困ってたらやってみてください。ここからね、まあ久しぶりのねベランダのビオトープの様子と、あと庭の方のね水生植物の成長の様子を見ていきたいと思います。もうねピンクシーズのねつぼみもね出てきましたね。もう早くもねいきなり2つ出てますね。これはね秋にスライド式植え替えしたので、あ、こっちのタンポンもそうですね、秋にスライド式植え替えしたので、春はね植え替えはしてません。追肥だけです。秋植え替えやってるので、もうスタートダッシュが早いですね。つぼみが出ています。ここがね熱帯スイレンのオスタラが入ってるんですけど、これね動きがないんですよ。心配なんですよね。オスタラがまだね全然出てきてなくて、キングオブサイアムとかマイアミローズあたりの熱帯スイレン出てきてるんですけど、ね、オスタラがね去年からちょっとね始めたので、耐寒性がそこまでなかったのかもしれないですね。ちょっとね油断しましたね。まあ、静岡なんでね余裕かなと思って、この日当たりのいいとこなんで、ね、ここをさらに大丈夫かなと思って置いてたら、ちょっとオスタラは今のところねないので、ちょっと心配ですね。他にねタンザナイトとかその辺もちょっとね音沙汰ないので心配ですね。あ、これあのヤフオクの闇で購入した、メダカなんですけど、なんか綺麗なのもいますね。紅白ラメ大外交として購入したやつなんですけど、全然紅白ではないです。まあラメはちょっとあるし、大外交も出るのはいますけど、紅白ではないですね。まあ、オーロラ系の黒縁メダカみたいな感じですね。でこっちはオオカと、これミッドナイトなんですけど、ミッドナイトもちょっとあれですね、音沙汰がないので、ミッドナイトはね去年屋外でも行けたんで、多分ねこの後出てくるとは思うんですけど、ちょっと心配ですね。ここはねコロラタが埋まってるんですけど、コロラタもねちょっと心配ですね。まあこんな感じで餌やりつつ、見てきます。これあれですね、八重じゃねえ、普通のオモダカのつぼみも出てますね。ここのねジャングルビオトープもねちょっと整理しなきゃいけないんですけどマジ手つかずです。ここ放置なんですよね。でもね葉っぱ新芽がねどんどんいろいろ出てきてますよね。多分グリーンロタラが多いかな。ロタラのロトンディフォリアもちょっと混ざってます。これちっちゃい子もいますね。これまあ勝手に生まれて育ってたんでしょうね、多分このジャングルで生き延びて。でこれがねルドビジアのスーパーレッドなんですけど、今のところね全部屋外で育てて、屋内で育ててるんですけど、もう増えすぎたのはね一部屋外に出したんですけど、まあ無事大丈夫そうですね。にしても赤いですね、スーパーレッドは。めちゃめちゃ赤くなってます。めっちゃ綺麗ですよね。まあ時期的なね問題もあるかもしれないですね。夏場になるとねもうちょっと緑が強くなってくるのかもしれないですね。ルドビジアもね今年からなんでね、スーパーレッドはちょっとねまだ分かんないです。メダカたちがね可愛いですね、寄ってきて。これがね、多分三色ラメですね。全然三色じゃないですけど。なんかね、我が家のね、ゴールドっぽいですよね、この三色ラメ。ほぼほぼこの金色っぽい感じで、黒縁が入って、ちょっとラメが入ってるみたいなね、ゴールド系の三色ラメですね。三色じゃないかな、これはもはや。ゴールドラメみたいな感じですね。ゴールド黒縁ラメみたいな感じです。でこのピンクシーズンもですね、めちゃめちゃ浮き葉がねも上がってきてますし、つぼみが出てますね。こう日当たりのいいところで、なおかつねこの黒のプラ舟なんで結構早いかもしれないですね。で春ね植え替えをしないっていうことで、もう植え替えのねダメージがなくて、そのままね成長できるので、これはね早く咲いてくれるんじゃないかなと期待です。でこんな感じでポリポットを、これはねちょっとねちょっと水に出しすぎなんですけど、まあ多分このぐらい管理ですね。最初はこのひたひたぐらいにしてて、どんどんね、水上に出していくみたいなイメージですね。果たしてねこれも、うまくなるか、うまく青緑取れるか、楽しみですね。でこっちのね日当たりのいいところでは、もう八重オモダカがね、八重オモダカじゃないですよね、長葉オモダカですね、いつも間違えるな。長葉オモダカがねバンバン咲いてます。つぼみもねどんどん出てきてますし、サンセットキバミリウムも卵を産んでます。でこれがあれですね、熱帯スイレンの紫式部ですね。やっぱねムカゴシはね強いですね。紫式部も全然ね屋外で問題なく越冬してくれました。でこれ室内で育てたねヒメガガブタもちょっとね実験的にもう屋外に、ね、出してみました。早速ね花咲いてますが、果たしてねもう大丈夫かどうかって感じですね。でハスもこんな感じでゼニバがね出てきましたね。可愛いですね、ちっちゃいゼニバが出てきました。ここもね青緑が大量に出ています。まあハスとか別に青緑を放置しといても問題ないですけどね。でこっちも熱帯スイレンのムカゴナイです。秋に植え付けたムカゴナイ、これドーベンですね。ドーベンもね無事越冬しましたね。葉っぱ出てますね。つぼみは多分これ秋出て枯れちゃったやつでしょうね、きっと。ドーベンも出てますし、これはなんだ、あ、これもちっちゃいけど真ん中にちょこんと、あ、葉っぱ出てますね、ちっちゃい葉っぱ。
ハートみたいな葉っぱ出てます。なんだろうこれ、式部かな、おそらく紫式部のムカゴの苗だと思います。このポリポットにね全部それぞれ一株ずつ埋まってます。でこっちも紫式部で、これがねミリオフィラム SP オレンジなんですけど、これがねほんと寒さに強いですね。冬場もあんな感じの葉っぱ出てて全然大丈夫でした。ルドビチアニードルリーフですね。でこれが熱帯性のマミヤオですね。マミヤオもねすごいですね、強かったな、全然枯れずに、来ましたね。マミヤオもムカゴ種なんで、やっぱムカゴ種はね寒さに強いですね。でこれがねマイアミローズなんですけど、こっちのねマイアミローズはちょっとね音沙汰ないですね。ベランダの方の、マイアミローズはねもう新芽みたいなのが出てたんですけど、こっちのマイアミローズはちょっと音沙汰ない。このサイアムラッキーの激チビ苗ですね、去年ね購入した激チビ苗なんですけど、これがねなんかね葉っぱ出てきましたね。これちょっとね大丈夫かね心配してたんですけど、大丈夫そうですね。でここがですねテキサスシリピンクなんですけど、熱帯スイレンの夜咲きですね。夜咲き熱帯スイレンのテキサスシリピンクも音沙汰ないですね。でブルーギガンティアも音沙汰なし、音沙汰なしですね。でもただブルーギガンティアはね別のところで越冬させてたやつがね一応芽出てたのを確認したんで、そっちは大丈夫そうなんですけど、こっちはねちょっと音沙汰なしで、ちょっと取り出しそうと思ったんですけど深すぎてちょっと無理でしたねでこれが、これアンタレスですね。アンタレスも夜咲きの赤い熱帯性なんですけど音沙汰なし、でこっちはタンザナイトかな、これ確かタンザナイトも音沙汰なし。これね結構今年熱帯スイレン失敗したかもしれないですね。ちょっとね油断しましたね。でセントルイスゴールドですね、このまま全滅になってしまうかどうか。セントルイスゴールドなんですけど、これ分かりますかね、これ芽出てるんですよ。分かります皆さん、このちっちゃいねなんかニラじゃないもやしみたいなのが一本ツンって立ってるんですよ。これです、ここにねもやしみたいなのがね1本立ってるんです。あーその横にもねもう1本ちょっと掘り出してみると、もやしみたいなのが、ね、2本出てるの分かりますかね、ちっちゃいのがこれですよ、芽出てるんですよ。セントリスゴールドはねなんとかねオクエットしてくれましたね。バケツの方がもしかしたらいいのかもしれないですね。タンポンもねこれも多分秋に株分けしたやつなんですけど、浮き場が出てきました。バケツの方がもしかしたら意外と水温が上がるから耐えれるのかも説ですね。セントリスゴールドは出てたので、でこれはやっぱね安定の強いムカゴ種の紫式部ですね。やっぱねムカゴ種が楽かな。でこれがキングオブサイアムなんですけど、これ分かりますかね、葉っぱ出てますね。キングオブサイアム、キングオブサイアムはねほんと強いですね。マイアミローズとキングオブサイアムはねほんと強いです。ただねこれもよく考えてみると、これバケツなんですよね。これやっぱ100均バケツの方がもしかしたらいいのかな。これはでも音沙汰ないなこれ音沙汰ないな。100均バケツいいなって言ってた途端音沙汰ない。これ多分これドーベンかな、おそらく。あ、ドーベンって書いてありますね。ドーベンもなんかね今年元気ないのもあるんですよね。これ多分ピンクシーズーですね。ちなみにこの日の水温は28度もありますね多分前の動画でね29度あったよっていうのをねアップしたと思うんですけど、これは28か9ぐらい、9近くもしかしたらあるかな、9はないですけど28点いくつですね。これ撮影した日同じ日かもしれないですね、もしかしたら同じ日のちょっとこっちの方が早い時間帯だったかな、もしかしたら。でこの後もうちょっと時間経って29度ぐらいになったかもしれないですね。でこれこの前お手入れしたロタランドのオトンジフォリアなんですけど、芽出てきましたね、いっぱい。こんな感じで上の枯れてる部分をカットしてあげると、下からね綺麗な芽がいっぱい出てきましたね。春ですね。これね多分ゴールデンウィークぐらいに綺麗な花咲いてくれます。でイスラモラダも分かります、ちっちゃい芽それぞれいっぱい出てますよね。この赤いのとかイスラモラダもね芽がどんどん出てきました。いいですね。イスラモラダやっぱねムカゴ種ですね。イスラモラダもねムカゴ種なんで、これとかもバッチリ出てますもんね。強いですね。こんな感じでこれに NV22、 これヒメガガブタも屋外の方芽出てきましたね。 NV ボックスなんですけど、 NV ボックスでもこの浅い水深でもね日当たりいいとこだったんで大丈夫でしたね。これドーベンでもこれは音沙汰がちょっとないかな。そうドーベンがね音沙汰あるのとないのがあるんですよね。ドーベン強いと思ってたんですけどね、イスラモラダの方がね強いですね、もしかして。これもちっちゃい芽出てますもんね。これイスラモラダ最強説ですね、これはもしかしたら。でこっちもドーベンなんですけど、音沙汰ありなしがいい。これイスラモラダは出てるんですよ。
イスラモラダは出てるんです。ドーベンがちょっとね、生きてるのと生きてないの半々ぐらいって感じですかね。でこっちがね、これがブルーギガンティアですね。こっちのタライのブルーギガンティアはこんな感じで目出てるの分かりますかね。こんな感じで、これ多分ねもう屋外と成功ですよね。多分こいつらは大丈夫と思いますし、まあ一応室内にもね避難させてあるのがあるんで、まあ、ブルギアンティアは屋外と全然問題なしでしたね。まあ、こんな感じでですね、熱帯スイレンが一部ねちょっと怪しいのがありますので、今後ですねまた成長のね報告をしていきたいと思います。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当ね、皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またね、ヤフオクでスイレンや水生植物ご購入くださった方、インスタやツイッターにね、そちらの報告をあげてくださった方、ありがとうございます。とても嬉しいです。またね、熱帯スイレン皆さんとかね、成長してるよとか、うちもちょっとまだ落とさないよとかね、ぜひぜひコメントで教えてくれると助かります。ではまた。